国においては国民事業者の皆さんに対して本件の実情について正確で丁寧な説明情報発信に努めていただく必要なバックアップをしっかりお願いしたいということの内容で菅総理に緊急要望させていただきます。4番の被害の状況私は乗って目に見えないからどこまでが汚染されてるとかも分かんないし、かえってね漠然とですけど米農家やってて米なんか作っていいのかどうかも分かんないし。そうなんですか。